平野翔と神宮寺優太が爆発的なフォロワー数を誇る理由、岸優太との差は何岸優太のインスタグラムフォロワー数に隠された真実。彼の魅力が数字に現れない理由とは元優太平野翔神宮寺優太彼らはグループナンバーアンダーライン愛のメンバーでした。最近では SNS を活用することで、ファンとのつながりを強化しようとしているが、 そのフォロワー数には大きな差が見られる。特にガン・ユタのフォロワー数が他の二人に比べて少ないことが話題となっている。だが、これは単に数字だけの問題ではなく、タイミングや戦略、さらには個々の性格やスタイルにも関係しているのではないかと考える。まず、岸優ユタがインスタグラムのフォロワー数で他の二人に劣っている理由として、彼のインスタグラム解説のタイミングが遅れたことが挙げられる。 平野翔や神宮寺ユ太がインスタグラムを開設した時には、すでに多くのファンが彼らの動向を追っており、彼らの人気は頂点に達していた。そのため、彼らのフォロワー数は急速に増加した。一方で、岩優太は X、旧ツイッターからの移行が遅れたため、そのタイミングを逃してしまったと言えるだろう。また、平野翔や神宮寺勇太は、 個別にインスタライブや質問箱を活用してファンとのコミュニケーションを積極的に図っている。これによりファンとの距離が縮まりフォロワー数の増加に寄与している。特に平野翔はテレビや CM でもその存在感を示し芸能界でも高く評価されているためその影響力は計り知れない。一方で岸優太はそのような積極的な SNS 活動が少ないため フォロワー数の増加が緩やかであると考えられる。しかし、フォロワー数が少ないからといって、岸優ユタの魅力が劣っているわけではない。彼の投稿には、一つ一つに対するいいねの数が多く、本当に彼を応援しているファンがフォローしていることがわかる。フォロワー数は確かに一つの指標だが、それよりも、その中身が重要だと言えるだろう。岸優ユタのファンは彼の投稿を心待ちにしており、 彼が投稿するたびにすぐに反応する。そのため、フォロワー数が少ないことを気にする必要はないのではないか。また、キシユタがインスタグラムのフォロワー数を増やすためには、彼自身の個性や魅力をもっと前面に出すことが重要だ。例えば、彼のユーモアや日常のちょっとした出来事を投稿することで、ファンとの距離を縮めることができるだろう。さらに、 彼が音楽活動に専念していることも理解できるが少しでもファンとのコミュニケーションの時間を取ることでその努力が報われるのではないかと考える神宮寺優太が頻繁に投稿していることは多くのファンにとって嬉しい驚きだった彼のまめな投稿はファンとの絆を深める一助となっている騎士太も同様に少しずつでも投稿を増やしていけばフォロワー数の増加につながるだろう彼のファンは 彼の投稿を心待ちにしているし、たとえそれがちょっとした風景や日常の出来事でも喜んで受け入れるだろう。平野翔や神宮寺勇太と比べて、騎士雄太のフォロワー数が少ないことは、一見すると寂しいことかもしれない。しかし、彼のファンは非常に忠実で、彼の魅力をよく理解している。そのため、彼が無理にフォロワー数を増やそうとする必要はない。むしろ、 自分自身のペースで投稿を続けることで、彼の本当の魅力を引き出すことができるだろう。SNS のフォロワー数は一つの指標に過ぎない。重要なのは、そのフォロワーがどれだけ彼を応援しているか、どれだけ彼とのつながりを感じているかだ。騎士ユタのファンは、彼の投稿を心から待ち望んでおり、彼の活動を応援している。だからこそ、フォロワー数にこだわらず、自分らしさを大切にしてほしい。 岸優太のインスタグラムがもっと多くの人に知られるようになるためには、いくつかの戦略が考えられる。例えば、他のメンバーとのコラボレーションや、彼自身のユニークなコンテンツを投稿することが挙げられる。また、彼がインスタライブや質問箱を活用することで、ファンとの直接的なコミュニケーションを増やすことも有効だろう。さらに、彼の音楽活動や他のプロジェクトについての情報をもっと発信することで、 彼の多彩さをアピールすることができる。彼のファンは、彼がどんな活動をしているのか、どんな思いを抱いているのかを知りたいと考えている。そのため、少しでも彼の内面や活動についての情報を共有することで、ファンとの絆を深めることができるだろう。最後に、岸士ユーのインスタグラムのフォロワー数が少ないことについての議論は、彼の本当の魅力を見失ってしまう可能性がある。彼のファンは、 彼が何をしているのか、どんな思いを抱いているのかを知りたがっている。そして、彼が自分らしく活動することで、その魅力を最大限に引き出すことができるだろう。フォロワー数は一つの指標に過ぎないが、その中身が重要であり、彼のファンが彼をどれだけ応援しているかが大切だ。ガン・ユータ、ヒラノショウ、ジこの三人は、それぞれの道を歩み始めた。 SNS を通じてファンとのつながりを強化しようとする中で、それぞれのスタイルやアプローチが異なることは当然だ。岸優ユタのフォロワー数が少ないことについて、様々な意見があるが、彼の魅力や個性が劣っているわけではない。むしろ、彼のファンは彼を心から応援しており、その絆は非常に強い。だからこそ、彼は自分らしく活動を続けていけば良いのではないかと考える。 岸優ユタのインスタグラムのフォロワー数については、タイミングや戦略、個々の性格やスタイルが大きく影響していることを理解することが重要だ。フォロワー数は一つの指標に過ぎないが、その中身が重要であり、彼のファンが彼をどれだけ応援しているかが大切だ。岸優ユタが自分らしく活動を続けることで、その魅力を最大限に引き出すことができるだろう。 そして、彼のファンは彼の投稿を心から待ち望んでおり、彼の活動を応援している。だからこそ、フォロワー数にこだわらず、自分らしさを大切にしてほしい。これからもガン・ユータ、平野翔、神宮寺ユータの3人の活動を応援し続け、彼らがどのように成長していくのかを見守っていきたい。それぞれの道を歩む中で、彼らの個性や魅力がどのように発揮されるのか、非常に楽しみである。 フォロワー数にとらわれず、自分らしさを大切にしながら活動を続けてほしいと願っている。そして、騎士ユーのインスタグラムのフォロワー数が増えることを願うと同時に、彼のファンが彼をどれだけ応援しているか、その絆を感じることができるようにしてほしい。彼の投稿を心から待ち望んデールファンが多いことを忘れずに、自分らしく活動を続けてほしい。 彼の魅力や個性が最大限に発揮されることを期待している。最後に読者の皆さんにも問いかけたい。SNS のフォロワー数は本当に重要なのかその数字にとらわれず、本当の魅力や個性を大切にすることが重要ではないか岸優太の例を通じて、フォロワー数だけでは測れない価値について考えてみてほしい。彼のファンが彼をどれだけ応援しているか、 その絆を感じることができるようにしてほしい。そして、彼の活動を応援し続けることで、彼の魅力を最大限に引き出すことができるだろう。これからもガンユータ、ヒラノショウ、ジの3人の活動を見守り、応援し続けていこう。